こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はグラジオラスの刺し方をご紹介したいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to embroider gladiolus today. Let's get started now. はい、今日はグラジオラスの刺繍です。まずは茎の方から3本取りで緑を用意しています。これでこの直線を刺していきます。花の上を通過して刺していきます。スプリットステッチで刺していきます。スプリットステッチはこのステッチをこの中を割って刺していくステッチです。花の図案がありますけども、もうそれはもうないものとしてまっすぐまっすぐ下へ向かって刺していきます。はい、このように刺してきました。はい、お花の色、今回は朱色を選びました。これ3本取りで、まずはつぼみの部分を刺していきます。短いストレートステッチを3つ刺します。それぞれに刺していきます。真ん中に1本刺して、両脇にほんのちょっと短いものを加えます。つぼみの方を刺していきました、はい、今度は花の方を2本取りで刺していきます。じゃ下から刺していきます。もう花びら3つ描いていますので、この花びらの図案のようにサテンステッチで刺していきます。花びらの刺し方や先を尖らす方法、そういう動画もあるので、概要欄に貼っておくので、よかったら参考にしてください。花びらの先を尖らすのは、ここに、先のところに短いステッチを加えて、このように尖らします。それでは他の花びらも刺していきます。お花の方 1,2,3,4 つ刺してきました。そうしたら3つの花びらのこの間に小さめの花びらをサテンステッチで加えていきます。まあ、後ろ側にこう重なっている感じの小さめの花びらです。ちょこっと後ろに重なってる感じで、間に小さめの花びらを加えていきます。まあ、何ステッチかこう加えていくだけで大丈夫です。
こうしてこの花びらと花びらの間に加えていきます。はい、それぞれの花の花びらの間に小さなステッチを加えてきました。はい、次は緑の3本取り。これでつぼみのこの両脇にステッチを加えていきます。左右からストレートステッチを加えます。このように加えてきました。今度は2本取りで用意しています。これで葉っぱの方を刺していきます。サテンステッチで刺していきます。このように斜めに刺していきます。そしたらこちらの方も同じようにサテンステッチで斜めに刺していきます。まあ、こちらはこの方向、こちらはこの方向になってますけども、こちらも同じようにこの方向でも大丈夫です。はい、葉っぱの方も刺し終わりました。はい、次は花芯の黄色、2本取りで用意しています。フレンチノットステッチをこの中心に加えていきます。三重巻きでフレンチノットステッチを加えます。グラジオラスの刺繍完成しました。どうでしょうか。グラジオラス、白や黄色、それからピンクにちょっと赤っぽい色、ツートンカラーになっているのもあると思いますが、お好きな色で刺してみてください。
この動画が少しでもいいなって思われたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今後の動画制作の励みになります。Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye. さよなら。